殺してやりたい人間がいるの。お姉ちゃんが死ななければならなくなった原因を作った7人の人間を皆殺しにしてやりたいの。さようなら、私たちに優しくなかった全ての人々。というわけで、ガガナ文庫8夏巻、さようなら、私たちに優しくなかった全ての人々について語っていきたいと思います。もう遅い気もしますが、この作品かなりエグいです。そういうものが苦手な方は重々ご注意の上ご視聴くださいね。さて、ではどんなお話かと言いますと、ある日、田舎町に住む主人公の家に一人の少女メイが引っ越してくるところから物語は始まります。彼女の目的は、姉を追い込んだ7人の人間を殺すこと。身に宿したおかかし様という土着神の力を用いて、主人公しおりと共に7人を順に殺していく。命の灯火が消える最後の日に向かって、そんな復讐と青春のお話ですね。神の力を用いてとは言っても、創作的にデフォルメされた神由来ではなくて、実際の神話や民間信仰土着神に由来し造形された神であり、これがまた不気味で良い雰囲気を出しているんです。彼らの味方でもなければ敵でもない、ただ彼はそこに存在する、そこにいる、そこにある。正しい表現が分かりませんが、まあそんな感じ。読中はとにかく辛いばかりです。読めば読むほど辛いばかりなのに読んでしまう。そのうちに早く読み終わらなければならないという妙な脅迫観念じみたものが心の中に生まれてきて、その頃には読むのをやめるという選択肢がとうの昔に消えていることに気づきます。そしてだからこそエピローグ後の余韻が凄まじいのです。この作品のうまいところは、本当に凄惨な虐待の現場は見せてくれないところなんですよ。各章のラストに暗がりと明かりという自殺した姉明かり視点の過去エピソードが挟まれるのですが、これがまたエグいのです。作中でいじめの苛烈さがクローズアップされればされるほど、現実のいじめは遠くにあるような気がしたと綴られているんですが、その通りで、田舎町という舞台の特異性や加害者たちを取り巻く閉塞的な環境などの背景描写は豊富にしっかりと描写されているのに、彼女の心が折れる決定的な瞬間はぼかされる。代わりに描かれるのは、いじめが一線を越えた日からの彼女の心の衰弱の過程。それは分かりやすい下降線を描くのではなく、波のように荒波のように押し寄せて彼女の心を岸壁を削り取っていくがごとく、これは自殺しても仕方ない、あるいは自殺するほどのことじゃない、決定的な虐待行為の描写の空白、意図的に残されたであろう想像の余地は、そんな読者の身勝手な納得を奪い去ってしまうのです。では本編たる復讐譚は読者の心を救ってくれるだろうか。あえて彼らを凄惨に殺すことで爽快感を与えてくれなどしない。神への生贄としての殺しとして決まった儀式にのっとって行う分、むしろ淡々としている。では復讐は何も生まない、復讐なんてやめにしよう、そんなよくあるメッセージを与えてくれるのだろうか。否である、彼らの復讐に葛藤はない。人殺しに対する達成感も忌避もなく、あるのは行動と結果だけ。語弊を恐れず言うのなら、人の死って面白いんですよ。あくまで創作のですが、だからミステリーやサスペンスはなくならないわけで、後書きと参考文献リストを見て納得したんですが、本作は創作的な誇張を抑えに抑えて、読者の背徳的な快感の芽生えを抑制しているように思います。現実に即しているのであろう過程をたっぷりと見せられる。復讐譚としての面白さや登場人物たちの激高といった読者の心を大きく揺らす要素がとにかく少ない。そこらへんエンタメ的な描かれ方がされないんですよね、本作は。それでいてつまらないわけじゃない。メイとしおり、復讐をこなす中で育まれる二人のほの暗いロマンティックで読まされるんです。本作は被害者も加害者も心の内に読者を招かない。自殺するに至った経緯も彼女のものだし、復讐に執心する理由も彼女のもの、それを手伝う理由も彼のもの、彼らだけが共有するもので構成された彼らだけのロマンティック。読中、読者の心には消化の仕方のわからないドロドロとしたものが溜まっていきます。しかしそれがあるからこそ、彼らに差し込む光明は他の何にも例えられない。最後に彼らが手にした青春は何者にも変えられない、かけがえのないものに見えるんです。というわけで、さようなら、私たちに優しくなかった全ての人々について語っていきましたが、改めて超面白かったです。私はこのラの3位に入れました。決して大手を振っておすすめできる類の作品ではありませんが、覚悟が決まれば読むべきだろう、読む価値のある作品であると私は思います。以上、よろしければ動画や作品の感想のコメントとチャンネル登録もお願いします。ではまた。